今日も最高の一日にします。朝をリレーしていく渡された平成の完成は変わらないで、僕らってもう思い出したいだけなので、産声が上がり兵士はどこかで気づくということ、すべき録でなしよ T シャツ、この世界はまるで映画。自分だけで生きてるんじゃなくて、もうここの社会とつながっていて、そうなんすよ。会社のミーティングか。ミーティングがある。どうでした、大谷さんと恭平さん。これでもなぎらさん2号みたいなですね。平さん2号ですね。2 OK。 もう適当なんで、うん、11月9日、はい、5時半、はい、散髪します。ぜひお願いします。最高の考え方お任せで、お願いします。はい、今日も最高の一日にします。今日は松田と凪良さんとガチンコ PK 対決をします。7時から淀川のサッカー場を借りました。その後コーチングセッションを受けて、その後神戸の友達のジムでゴートレします。ゴルビーのガチンコ対決です。朝6時40分です。いけるわ。バチコイ。はい、おばあちゃん、キムクじゃないやん。あら、ネッツ、ネット、セルフネットで、セルフネット、ネット、セルフで貼る。待って、ゴールここの4人でセッティングするっていう、まず難関があった。あー、いけそう、重量的には。よし、こっちだけ、こっちだけもらいます。おかしやればいいですか。なんか40であと10。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はガチンコ PK 対決をします。よーし、誰が一番 PK 強いのかというのをですね、この場で証明したいと思います。身体能力には自信があるんで。おはようございます、なぎらです。小学校時代に半年だけサッカーをしてました。幼稚園から高3までサッカーやってました。 PK は外した記憶がないです。僕と松田は郡山高校でサッカーやって出会って、奈良県で1位になったこともあります。どこやどこや、本気でやります。なんだよ。よし、おい、よしよしよし。最初の一歩が位置について、よーい、位置について、よーい、
ヘイ大輝。いいですか。もちろんもちろん。だけ一緒。めちゃめちゃ濃いベンチ。おはようございます。おはようございます。めっちゃベストボディジャパン日本大会に出ます。うっさんはえどんなサングラスしとんの。どんなサングラスしとんの。前の一夜やろ。いつもこれやんけ。今日はこの3人で筋トレします。します。今日どこっすか。今日も神戸森友シナジム最強のジムで福井さんのパーソナル最強。3人もいけんの。いける。お願いします。今日はうっさん、はい、働いてるシナジム。ありがとうございます。何県。森友店。シナジム森友店で、はい、3人で健ちゃん福井さんのボディービルダー福井さんのパーソナルを胸と肩と、はい、ありがとうございます。見てますんで。お願いします。お願いします。はい、最高でした。マジでありがとう。ありがとう。ありがとうございます。あ、うん、最高でした。すっ、うん、最高。温泉行きましょう。行きましょう。彼の飯、彼の飯、ベチ何食べれる。無理や。トレーニングからの温泉鉄板コース。最高。ありがとうございます。最高。癒されましょう。めっちゃマジで日本大会応援してるから。ああ、ありがとう。頑張ってくれ。優勝してくれ。ベチ頑張って。行ってくるぜ。頑張ってくれ。行ってくるぜ。しゃあ最高。頑張ってくれ。よし。次は、みんなで楽しく飯食いましょう。食いましょう。よし。ああ、よく遊びました、この神戸サンドライアンドウォッチ。いろいろ遊びました。そしてこちら、マッチョ。二郎系。二郎系。イエス。ありがとう、ありがとうございました。今日は見たことない未来で床に戦うからきっとピンと出るだけとそんなもんは知らねえ。最高の週末でした。友達、仲間っていうのは最高やなと改めて体感した2日間でした。仲間、友達っていいなと、サッカーやっててよかったなってめっちゃ思いました。サッカーやってたから出会えたし、みんなに。あとケツメイシの友達っていう曲と手紙未来っていう曲を中学校の頃友達とずっと歌ってたんですけど、それを今日久しぶりに一緒に口ずさんで大人になったなと。なってないけど、あの頃描いてたような27歳になれてるのかと、おう思って、かっこいい人間になりたいなと改めて思いました。最高の人生します。最高の人生しよう。する。常に今ここから、今がベスト、過去じゃなくて今から何するか、それだけなんで、ベストを尽くしてかっこいい人生を、かっこいい大人になる。おっす。